チーム自体の活動がこれだけその停止するっていうのが初めてで、正直サッカーやりたい気持ちがもうすごくて、でもその中でまあできない状況で、改めてこうやって再開してまあサッカーできる幸せっていうのを、まあ、改めて感じてますね。まあ、連戦になってくるんで、まあ、チャンスはどんどん回ってくると思うし、まあ、みんなの力が本当に必要だと思うんで、そのいつチャンスが来てもそのいいプレーができるように、まあ、常に準備っていうのをしていきたいと思います。まだデビューもしてなくて、そのサポーターの方たちの声援もまだ聞けてないので生で、でもまあ無観客だろうが、まあ、やることは変わらないと思うので、まあ、皆さんが早くスタジアムに来れるようにできた時には、まあ、最高のプレーを見せれるようにしていきたいです。